F1 開催 CT 支配初日の1レース A 級予選スタートです。まずは1番静岡鈴木亮太が前を取り、まもなく先頭位に追いつきます。2番の田村博明、少し間が空きます。5番の小峰武史、6番小磯智也、7番の深瀬大が上がっていきます。3番の斉藤和茂6番で、1番後ろから4番の田口守、中四国勢が二手分かれました。1周回目の2センターを過ぎました。4対3隊列が固まっております。ラインの厚みをしっかりと生かせるか、7番の深瀬バック9本を持っています。7番の深瀬マークは1番の鈴木亮太、今年は優勝が1回あります。静岡勢の後ろから徳島勢が続いて、2番の田村博明、6番小磯智也です。別戦は5番手から3番の群馬斉藤和茂、1回飛びの実戦です。バックオン数は12本、番手は縦なしを持っている5番長野の小峰、群馬長野上新勢に自力を持った4番山口田口守、田口は今季3年ぶり一般復帰であります。2周4コーナー5番手から斉藤が動き始めます。7番深瀬が引きつけます。残り2周、1コーナー外から3番の斉藤を抑えにかかりますが、1センターを過ぎて内から7番深瀬がすくって突っ張ります。3番の斉藤は元の位置に下がったところで打掌、並びが初手の位置に戻って、4番手小磯、5番手斉藤、間は1写真半開けた斉藤がジャン4コーナー2度目の攻め、今度は叩けるかどうか。レースは最終周回、5番の小峰が突き切れるか。最終1コーナー、ここはなんとか追いつきそうだが、4番の田口は離れた。7番深瀬ラン4人が3番手から6番手はまる形、2番手3番手間が1写真、最終の3コーナー3番手から深瀬が立て直して迫ってくる。2番手5番小峰抵抗、4番手が1番鈴木は内から真ん中狙って間を突っ込む。1番鈴木は4番中突き抜けて五輪、3双子2着争いどうなのか、正式な決定をお待ちください。斉藤が主導権を奪って、そして3番手に深瀬がはまる形、深瀬の仕掛けは外へ流れて4番手から冷静に対応、中のコースを突き抜けて1番鈴木亮太、2着争い3人広がった中からどうでしょうか。2着争いは内側3番の斉藤が残って、1番3番、その後2番の田村、5番の小峰の3、4着どちらでしょうか。